皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月24日木曜日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか僕の方はですね、相変わらず家でですね、ゴロゴロしてました。ゴロゴロって言っちゃいけないね。平田さんから届く、あの、YouTube ね、一個一個見たりね。 結構忙しいですよ。あと、奴隷やったりね。で、奴隷なんですけども、やっぱり上行きましたね。これ1時間足ですが、あ、4時間しか。1時間足で、ほら。そうか、4時間しか。例えば、まあ。 4時間しか。4時間視で75移動平均線に当たって、まあちょっとね、下がりましたけど、逆ピンバーだね、これ、ね、逆ピンバーで売りきましたね。うん。まあ1時間視ではだいぶしてきましたけど、まあこういう小さい試合プちゃダメだね、四時間視。冷やし。 ま、冷やし見るとね、落ちたうちはあんねいからね、これね。うん。冷やしだろ何も起きてないね。週週足も何も起きてない。ましてや、突き足なんてどんどん上ってるもんね。ひょうかし。うーん、だここと一緒だよね。こと 75移動平均線で急反発。ダメだね。上行くね。まあ、ここもね、75移動平均線なんだったけど、だいぶ下行っちゃったけどね。目線は上ですね。やっぱりね、目線は上。はい。こ,こ,こんなところで焦点入れたら、大変なことになりますよ。うん。まあ、だいぶ下下がったっていうのはあるけどね。確かに。こんだけ、 こんだけ下がったからねこれは、このぐらいと一緒だからね。このぐらいとね。まあ確かにこの世,の世,の世紀末かっていう思うか、思ったかもしれないね。まあただそんなことはなかったですね。上ですね、これはね。非常に大きな。今後非常に大きなね、上に行きますね。 で、ここは70、151ですね。151円なんで。まあ、こう抜いてっちゃうからね。だから、ずっと目線は上で大丈夫ですよ。はい。まあ、りおちゃんがね、ポン円、ポンド円でね、ショートで言ってたから、あれだ、本円ンンでロングで言ってたんだね。本円ンン、ポン円もすごい下がったからね。 こうやってね、それちょっと、まだも持ってればね、こう上がってきたんで、まあ、プラスになってるかもしれないですね。突然切られちゃったら、またマイナス15万いっちゃったかもしれないね。うん。まあ、明日ライブやるって言ってたからね。明日のお昼12時楽しみに、まあ、待つしかないですね。うん。まあよく帰ったよね、これもね、こんな落ちて、<laughs> ここまで帰るっていうのはやっぱりびっくりですよね。うん、はい。あとビットコイン見てみようか。そういえば昨日ライブ休んじゃってごめんね。あ、ライブじゃなくて動画か。あの作ろうとしたんだけどさ、お風呂入ったら気持ちよくなっちゃって寝ちゃったんだよね。で、今日の朝作ろうとしてたんだけど、 だってさあ、上がってきたね。うん。ビットコインもう上昇気流入ってますね。見て、ビットコイン上昇気流。うわぁ。あ、これはもう買わないとまずいね。 上がったね、今日一日でねいいと思いますね。 うん、上ですね。強い陽線が出てますね。あの、これ、雲抜けたら結構早いんですよね、上がね。800万なんてあってもいくんですよね。嘘だろって、1日2日でいっちゃうんですよ。もう2日で行っちゃったでしょだから、まずいね、これね。で、今日はワグネルのね、社長が死んだからね、もう。 ウクライナの戦争は終わりますよ、あれ。ワグネルの社長死んだから。悪い人死んじゃったからね。うん。いや、良かったと思うよ、俺は、本当に。まあぐ、偶然でもさ、偶然でも死んじゃえばさ、もう統率力、統率力なくなっちゃうもんね。よし。プロリがが76円。 体の38円か倍か同時9円柴犬いいと思いますはい また、また上がってるね。うん。まあ、なかなかね、上行ったり下行ったりでね、往復ビンタでやられまくりでもお金なくなったっていう人いたかもしれない、今回ね。なぜかわかる横横だからなんですよ。横横だったからね、最近はね。うん、横横。 ちょっと下行ったけど、横横ですもんね。横横はやられちゃうんだよね。だいたいねこう。こういうとこだったらいいんですけどね。目線がロングだったら。で、こう下行っちゃってもどうせバインって上行くからね。 あ,あ今日はあれですね。福島の原発の汚染水を海に流しちゃいましたね。まあ、中国が反発してね。全部輸入禁止にしちゃいましたね、中国ね。これは日本の水産物輸入禁止って、これは大きいね。これの風評被害大きいね。うん、これは。 ものすごいですでも、ちょっと早すぎたね。あっという間に流す。あれは早いね。やっぱりあと1年ぐらいかけないとね。アメリカに言われたからっつってさ、2、3日後に流すなんてひどい話だよ。あれはひどいよ。あんなことは普通、人間だったらできないよ。うん はい。どうですかね。まあ、ドル円は、まあ、まだ目線上なんでね。まあ、200円まで上,上ですね、200円まではね。まあ、今、異常気象で異常事態ですからね。で、中国も経済崩壊し,し始めたらしいですね。で、原子力発電所も爆発しちゃったみたいですよね。 あ違ゃ違ゃゃ、潜水、原子力潜水艦もね、爆発しちゃったみたいですよね。で、大洪水もあって、中国国内も結構きついみたいですね。あと、BRICS 今やってるけどね。BRICS の、なんか共通通貨が作られるみたいで、ね。まあ、もちろん仮想通貨だと思いますよ。今、これから紙通貨なんて作んないから。デジタル通貨ですよ。仮想通貨。 まあ僕はサリアム E ぐらいだと思いますよ。うーん。あれ、b r i c は共産圏だからね。うーん。ロシア、中国がってるから。だからサリアム E かカのダネイダーだと思いますけどね。うーん。まあ、イーサリアムベースでまた作ってんだろうね。カのダネイダーみたいなやつね。だから高いんだろうね、イーサリアムがね。 はい、それではね、ちょっとね、早いですけども、ちょっとこの辺でね、あ,あと、朝の連続ドラマ小説、万太郎ですけどね。まあ、あいつはダメだね。金稼ぎを知らなくて。お金を稼ぐこと、やろうともしないしね。巨大なお金ね。1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆、1000兆ってね。 耳チーム人1万5万10万稼ぐことに必死なんだけどもっとさ自分一仕事したら1兆円ぐらいの価値があるとね自分が一,一,一本アイデア発言したら5兆円のアイデアだとそういうふうに思われたわけだよね自分自身はいだからで三菱当たろうか 三菱財閥が出てきてね菊の品評会やろうっつってね一番一等賞には俺が500円で買ってやるっつってまあ多分今の500万円ぐらいだと思いますけどねすごいねまあねあと1か1ヶ月半ぐらいで1か月ちょっとか あれ、終わっちゃうんだよね。4回、5回ぐらいで終わっちゃうんだけど、あ4ヶ月、あじゃじゃ四4週間、5週間ぐらいで終わっちゃうんだけど、大丈夫けほんと終わるか、これで。緊張するっぺよ。はい、それではね、今日は終わりますけども、これ、<laughs> 落ちそうもないね、これね。<laughs> あがりだね。<coughs> いいと思います。これ、でね、いいと思います。ビットコインももう上がっちゃってしょうがないね。今から買っても遅いけどね。どな今買わないとね、もう昨日から上がっちゃってるよね。俺が言った通りだ。ドル円も俺が言った通り、ビットコインも僕が言った通りですね。<laughs> <laughs> それではね、また明日の朝。 動画をね。配信します。千葉県松の市よトムクルーズがお伝えいたしました。どうも失礼します。